皆さんこんにちは。今日は花粉症の時にこれだけはちょっとつけてみるのをおすすめしますよというのを一つお伝えします。朝起きてくしゃみが出る、鼻水が出る、メイクなんかできないっていう方いらっしゃると思うんですよ。私も花粉症なのでその気持ちすごくわかります、共感できます。なんですけど、そういった時、あと花粉の時マスクもしちゃいますからね、あまりちょっとメイクはしないですって方多いんですけれども、そんな時にスキンケアをした後につけていただきたいものがあるんです。それはフェイスパウダーです。フェイスパウダーをスキンケアの後にぜひつけてみてください。なぜかと言いますと、スキンケアだけで外に出てしまうと花粉がお肌に付着しやすいんです。フェイスパウダーをつけるとそれを防ぐことができちゃうんですね。ですからぜひフェイスパウダーはスキンケアの一部と捉えてつけてみてください。その時にこういったパフを使うか、もしくは筆でつける方が多いと思います。筆はさらっとした質感になりますし、パフですとしっかりした質感になります。で、そのパフでね、フェイスパウダーを揉み込むときに一つのパフを使って普通にやってもいいんですけど、時間を短くするのにすごく効果的というかおすすめなのが、二つのパフを使って揉み込んじゃいます。そうするとすごい短い時間で揉み込むことができるのでおすすめです。それからちょっと近づきますね。あ、ちょっと待って。パフを使って細かいところ、こう鼻とか目元とか細かいところをやりたいよって時は2つに折ります。これを2つにこうやって、これを2つに折る。そして鼻とか、あと目元、上まぶただったら内側から外側に、下まぶただったら外側から内側にするとシワができづらくなります。この動かし方がポイントになります。ぜひフェイスパウダーはスキンケアの一部なので使ってみてください。では次回の動画でまたお会いしましょう。よかったら見てください。ありがとうございます。